追い詰めて、すりつぶしてやるんだから。救援要請？どこどこ？ まさか芋女に借りを作っちまうとはな。ありがてえがパンは渡さねえぞ。何もパンを要求してるわけじゃないですよ。芋でも肉でも構いません。 逃げられると思っているのか。デカブツども。 俺もやるでしょ。あっちに強い巨人がいるのかな。
れだけ頑張ったんですし、もう私を芋女なんて呼ぶ人はいないはずです。いらないんですよ。このチビに助けられるなんてな、私もまだまだ甘いってことか。これで一つ貸したな、覚えとけよユミル。おい、怪我はねえのか。そっちもくたばってないみてえだな。
誰かを助けるために迷いなく命を懸けるってすげえことだと思うよ。なんていうかな、拠点は任せた。
前には助けられてばっかだな。やったぞ。しっ、やった。手だれじゃないか。私に恩返ししてくれよ。はい、喜んで。やっ、拠点は任せた。神様のお出ましだぜ。Yeah!
ちでも諦めてたまるもんですか。救援要請、あっちね。作戦に取り掛かるとしよう。成功だ。味方が優勢だ。いい感じだな。なんてできないからね。応援団、やばいってことだよな。やるな、俺も負けちゃいないぜ。
やった、僕にも倒せた。できたぞ。なんてできないからね。やれ！逃げたりしねえ！倒せたら！天才だからな。どんな作戦だって生き延びてみせるぜ。なら巨人も死体だと思って見逃すんじゃねえか。拠点はここにするぞ。Yeah!
俺と同じぐらいにはやるやつだな。それぞれ個性があるんだ。みんながみんな同じってわけじゃない。